それでは今回はなぜあの人はお金にも時間にも余裕があるのか、岡崎勝弘さんの本について解説したいと思います。人は3パターンに分かれます。時間はあるけどお金がない人、お金はあるけど時間がない人、お金も時間も手に入れている人、あなたはどれがお好みですか？どれになりたいですか？この本では経済的自由、時間的自由、精神的自由、すべてを手に入れる働き方が書かれている本です。そのコツを5個紹介していきたいと思います。よくこんなこと言われます。人生お金がすべてじゃないと。皆さんも言われたことがあると思います。確かに人生はお金がすべてではないです。しかしほとんどのことにはお金が関わっています。想像してみてください。生活だってそう、人間関係、子供や親の面倒、自分の老後、必ずお金っていうのは関わってきます。人生はお金がすべてではないんですけど、人生のほとんどのことにお金が関わっているという事実は誰もが避けることができないと思います。それなのになぜお金で困る人がいるのか、お金と働き方の関係についてしっかりと学んでいないからです。お金に関わることで親とか学校から教わることといえば、借金をしてはいけないとか、クレジットカードは怖いとか、保証人にはないなとか、お金持ちは悪い人だとか、投資は危ない、このようなことって習うと思います。働き方もそうです。大手で働きなさい、福利厚生のいいところで働きなさい、公務員になりなさい、転職は危ない。でもこれらって本当に正しいのか、冷静に考えてほしいと思います。人生っていうのは誰の言うことを聞くかで決まります。親の言うことを聞けば親のようになります。友人の言うことを聞けば友人のようになります。先輩や上司の言うことを聞けば先輩や上司のようになります。あなたがなりたい人はどんな人なのか、冷静に考えてその人のアドバイスを聞かなければいけないってことです。お金と時間の自由を手に入れたいなら、成功している人、経営者の話を聞かなきゃいけないってことです。僕はシンプルに考えてほしいと思います。スポーツや勉強と一緒です。野球でもサッカーでも誰か教えてくれる人がいたはずです。国語でも数学でも先生から習ってその通りになったはずです。それと同じようにお金と働き方についてもしっかりと学んで実践してほしいと思います。1個目が、真面目に働いても豊かにならない本当の理由を解説したいと思います。それは能力の高さイコール収入の高さではないってことです。あなたの周りにも優秀な人ってたくさんいると思うんですよ。でも年収が高いわけではないですよね。では何の違いが収入の差を生むのか、それは働き方の違いです。真面目に働いているとか、大企業で働いているとか、資格を使って働いている、それと時間とお金に余裕がある、豊かな人生になっている、これは別問題だってことです。あなたがしなければいけないことは、ただ真面目に働くということからの卒業です。働き方は4つあります。金持ち父さん、貧乏父さんには ESBI っていうのがあります。 E っていうのは従業員、サラリーマンです。時間と体を使って稼ぐやり方です。 S っていうのは自営業者、フリーランスです。個人で活躍している弁護士なのです。B っていうのがビジネスオーナーです。経営者とか大家とか作家さんです。仕組みとか権利で稼いでる方です。I っていうのがインベスターです。不動産の家賃収入だったり株式の配当で稼いでる方です。左の E と S に関しては不労収入と言われます。時間をお金に変える方です。給料だったり株の売買で稼ぐ、不動産の売買で稼ぐなどです。右側の B と I はストック収入と言われています。ストック収入っていうのは役員報酬だったり株の配当金、不動産の家賃収入、ビジネスの仕組みからの収入、 YouTuber の広告収入、作家さんの印税などです。ストック収入っていうのはすぐに入らないです。仕組みを作るのに時間がかかります。忍耐いります。本を出すっていうのを出版するのに半年とか1年かかります。働き方が全然違います。何をするかよりもどのように働くか、この4つの違いっていうのをしっかりと理解してほしいと思います。2個目が、経済的自由人と経済的不自由人の4つの違いについて解説したいと思います。自由になりたい方はこの4つの違いをしっかりと理解してほしいと思います。成功するかしないかっていうのは考え方の癖で決まる、このような言葉があります。経済的自由人と不自由人では根本的な考え方が違います。4つの考え方の違いをしっかりと理解してください。1つ目が自由か安定かです。不自由な人のほとんどが安定を求めます。新しい挑戦には憧れても行動しないです。なぜなら新しい挑戦はリスクがあるからです。安定するために今までと同じようなことをします。一方自由になる人っていうのは自由を大事にします。楽しむこととか新しい挑戦をすることを優先します。あなたが経済的な自由人になりたいんであれば、安定よりも自由っていう言葉を大切にしてほしいと思います。2つ目が、できるできない
ないを気にするか否かです。不自由な人っていうのはできるかできないかで物事を選択します。一方自由人は自分にとって価値があるかどうか、やりたいことをウォント思考で考えるってことです。今できないこともやっているうちに必ずできるようになると信じたいとか、やりたいからやってるんだ、このような思考を持ってます。僕の YouTube 図書館のテーマっていうのは自己成長と社会貢献です。これに対してこのようなことを言ってくる人がいるんですよ。自己成長本当にできますかとか、社会に本当に貢献できてますか。これっていうのは僕にとってどうでもいいんですよ。できるできないで物事を判断してないからです。自分が自己成長したい、社会貢献したいからやってるってことです。できるできないを気にするんではなくて、したいことをやってほしいと思います。3つ目がリスクを取るか、リスクから逃げるかです。不自由な人はリスクっていう言葉を嫌います。やらないでいい理由を考えます。一方自由人っていうのはリスクを取ることで可能性が生まれることを知ってます。リスクを取ってリターンを得ると、仮に失敗に終わったとしても、それを経験にして自分の能力アップに捉えます。どうやったら取ったリスクの分を利益に変えられるか、一生懸命考えることが大事です。4つ目がすぐに見返りを求めるか、先払いをするかです。不自由な人っていうのは労働の対価というように、対価としてお金を得ることを大事にします。要はすぐに見返りを求めます。一方経済的な自由人っていうのは、今手に入れることよりも将来にわたって手に入れることを大事にします。今損してもいいってことです。目先の利益を見ていないです。すぐに結果にならなくても将来のために先払いするっていう考え方を持ってほしいと思います。3個目、お金より時間が大事、そして時間よりも経験が大事。めちゃめちゃいい言葉だと思います。お金よりも時間、時間よりも経験です。不自由な人ほどお金を尺度に物事を考えます。自由な人っていうのはお金よりも時間、時間よりも経験を尺度に物事を考えます。お金よりも時間が大事な理由っていうのは、ストック収入、ビジネスの仕組みを作るには時間がかかるからです。例えば YouTube、 YouTuber として成功するためには何年もの努力をしなきゃいけないです。例えば作家さん、本を書くのにはずっと書き続けなきゃいけないです。ビジネスも一緒です。ビジネスの仕組みを作るのにも、会社を作ったり事業を作ったり従業員育てたり、時間がかかるからです。また経験っていうのも大事です。あなたは何でお金を稼いでますか。それは自分自身です。お金を生み出す全ての原資っていうのは自分自身なんです。なのでまず自分を磨いて稼げる自分になることが大事です。本を読んだりとか、セミナーに参加したり、自分にとってプラスになる人との付き合いを大事にすることです。日本っていうのはインフレ率の目標が毎年 2% って言われてます。どんどん円の価値は落ちていってます。貯金ではなくて投資をすることです。自己投資が大事です。例えば今あなたがコンビニで1500円の時給をもらっているとしたら、エンジニアになって時給3000円になることが大事だってことです。貯金っていうのは後からでもできます。まずは自分の価値を上げることが大事だと思います。お金よりも時間、時間よりも経験を大事にしてください。経験っていうのは経済的自由人になるための経験です。そして学びにお金をかけることです。もったいないからと学びにかけるお金をケチっていると時間ばかりかかってお金持ちになることはできないからです。4個目、金融資産よりも社会的資産と人的資産を大事にするって話をしたいと思います。将来にわたって価値を生み出すものを資産と言います。資産には大きく分けて3つあります。金融資産、社会的資産、人的資産です。金融資産っていうのは株式とか不動産などです。社会的資産っていうのは肩書きや人脈などです。人的資産っていうのは経験やスキルなど能力のことです。最初に手に入れるべきは人的資産です。自己投資をすることです。お金と時間を出して誰かから学んでください。能力を身につけるために読書とかセミナーなどに行くのもいいんですけど、メンターを作ることをお勧めします。優秀な人の真似をするのが最も早く効果的に人的資産を構築することができます。次に手に入れるのが社会的資産です。社会的資産っていうのは社会的な信用とそこから得られる人脈のことです。作り方で一番おすすめなのはビジネスをすることです。ビジネスをしながら優秀な人と仲良くなることです。そして最後に金融資産です。ある程度人的資産、社会的資産ができたらお金ができると思います。そのお金をもとにインデックスファンドだったり ETF に投資することです。まず人的資産に投資をして、それをもとで社会的資産を手に入れて、最後に金融資産を手に入れてほしいと思います。経済的自由人っていうのは必ずこの3つをバランスよく構築しています。5個目、経済的自由人になるためには出費を減らす、収入を増やす、資産を構築する、この3つをやるっていう話をしたいと思います。経済的自由とはストック収入が日々の生活費よりも大きくなり、労働収入に頼らなくても生活できる状態を手に入れることです。そのためにすべきことはファイナンシャルリテラシーを身につけることです。ファイナンシャルリテラシーの要素は3つしかないです。1つ目が出費を減らすことです。無駄遣いをやめてくださいってことです。
コンビニに行かないようになるとか、会員費を払わなくする、家賃を下げる、携帯を格安SIMに変える、電気の自由化で電気代を安くする、車などを見直す、たくさんやれることはあります。無駄遣いっていうのをやめてほしいと思います。2つ目が収入を増やすことです。今の収入を上げるために副業にチャレンジする、転職活動をする、独立する、収入を増やすための行動っていうのを取ってほしいと思います。3つ目が資産を構築することです。出費を減らして収入を増やすことができたら、定期的な収入を生み出す、資産の構築をしてほしいと思います。ETF に投資をする、ビジネスの仕組みを作る、本をたくさん読んで本を書けるようにビジネス層の作家になってみる、ブログを書いてみる、 YouTube をやってみる、実際に結果を出している人のアドバイスを受けることをお勧めします。それではまとめいきたいと思います。1個目、真面目に働いても豊かにならない本当の理由は、能力の高さイコール収入の高さではないってことです。4つの働き方を解説しました。働き方の違いで収入が変わってきます。あなたがしなければいけないことは、ただ真面目に働く、これをやめるってことです。働き方について真剣に考えてみてください。2個目は経済的自由人と不自由人の違いについてです。1つ目が自由か安定か、2つ目ができるできないを気にするか否か、3つ目がリスクを取るか、リスクから逃げるか、4つ目がすぐに見返りを求めるか、先払いをするかです。しっかり4つの違いについて理解してほしいと思います。3個目がお金より時間が大事、そして時間よりも経験が大事です。お金を生み出すすべての原資は自分自身です。まず自分を磨くことです。稼げる自分になることが大事です。本を読んだりセミナーに参加する、自分にとってプラスになる人との付き合いに時間をかけてほしいと思います。4個目、金融資産よりも社会的資産と人的資産を大事にしてください。最初に手に入れるべきは人的資産、自分の能力を上げること、そして次に手に入れるのが社会的資産、信用だったり人脈を作ること、そして最後に金融資産です。しっかりとこの順番で手に入れていってほしいと思います。5個目が出費を減らす、収入を増やす、資産を構築する、ファイナンシャルリテラシーの要素っていうのはこの3つしかないです。しっかりと理解してほしいと思います。この話を聞いて分かりました、明日から行動します、こう思ってはいけないです。まずは一歩踏み出すことが大事です。始まりが半分という格言があります。始めてしまえば物事の半分が進んだようなものだということです。人間っていうのは動くと本気になるものです。最初から大きな行動でなくても大丈夫です。本一冊読むことからでもいいです。大事なことは小さな一歩の積み重ねです。そして次に大事なのは量を追うことです。量は質を生みます。量質転化の法則っていうのがあります。量からしか質は生まれないです。まずは何よりも圧倒的な数っていうのを意識してほしいと思います。徹底的にやることが大事です。そしてやりながら工夫をすることです。自分なら必ずできると、そう信じてほしいと思います。僕は全ての人に無限の可能性があると思います。行動からしか結果っていうのは変わらないんで、どんどん行動していってほしいと思います。この動画見ていただいて感想、気づき、コメントあればメッセージをお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。